ホリスティックキュアーズのドライヤー、白と黒の違い、本当の違い、皆さん分かってますか？皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ドライヤーです。ホリスティックキュアーズのクレイツさんのやつですね。これ白と黒があるんですけど、これの違いって多分皆さん知らないかなと思って、結構このドライヤーってやっぱ今たくさん出てると思うんですけど、全く違います。すごいスペックがすごい高いんですけど、本当にこう、まあ、こういう紙質用とかこういう紙質用とかいろいろ多分出てるかなと思うんですけど、これ簡単に言うと、本当にくせ毛の方用と、あと、まあ言ったら、張り腰が出ない方用に分かれてるドライヤーになってるので、ドライヤー探してる方、本当にこれ結構僕はかなりおすすめかなと思うので、よかったらこの動画を見て、ちょっと参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはタオルでしっかりと水気、水分を取っていきます。次に洗い流さないトリートメントをつけていきます。毛先中心にしっかりとつけてなじましていきます。少し粗めの櫛で毛先からしっかりと溶かしてなじましていきます。黒のドライヤーで乾かしていきます。前髪がある方は前髪から乾かしていきます。次に襟足の方から乾かしていきます。サイドの髪の毛も後ろから前にややちょっと斜め上に引っ張りながら乾かしていきます。黒の方の仕上がりです。ボリュームはしっかりと出て、まあ髪の毛に張り腰が出てる感じですね。なんですけど、少しだけですけど手触り感はやっぱり張り腰が出るので、ちょっとだけ硬くなるというか、しっかりする髪質になるかなと思います。反対側はモイスト、白の方で乾かしていきます。同様に襟足の方から乾かしていきます。サイドも同様に後ろから前に向かって、少し斜め下に向かってドライヤーの風を当てていきます。白の方の仕上がりです。ボリュームがしっかりと収まってる状態で、手触り感がちょっと柔らかい髪質になってますね。なので結構こう髪の毛のボリュームが出やすい方だったりとか、硬く髪の毛がなっちゃう方はおすすめかなと思います。こんな感じで仕上がりました。もうこれもうスペック高いですね、やっぱりね。
で、やっぱりこう白と黒があって、でも白がちょっと最近に出たんですけど、この黒のパワーアップしたんでバージョンじゃないのみたいな感じで結構思われる方って結構多いかなと思うんですけど、全く別物です、これ。で、黒がどちらかって言ったら髪の毛が柔らかい方だったり難毛な方に使うとボリュームがすごい出ます。で、張り腰が出るので結構本当にこうボリューム感が1日持続しやすく使っていくとなるんじゃないかなって思うのと、で、白がどちらかといったらこう髪の毛の言ったら量が多い方だったりとか、くせ毛の方にすごいおすすめかなと。で、くせ毛の方だったりとかってやっぱりこう髪の毛が乾燥しがちなんですね。で、パサついて見えるのが、これを使うことによって結構まとまってみずみずしく見えます。で、髪の毛の質感も柔らかく見えるんで、まあ、ボリュームが収まって見えたりとか綺麗に見えるんで、そういう方におすすめかなと思いますので、これもパワーアップしただけっていうか、もう全く別物のドライヤーとして皆さん思っといた方がいいかなと思うので、もうどちらかというと簡単に言うとくせ毛用、こちら難毛柔らかい方用になってるかなと思うので、ドライヤー探してる方よかったら参考にしてみてください。また次回の動画で会いましょう。さよなら。